h い、Welcome to H-Channel! 今日も一緒に英語の勉強をしていきましょう今日は改めて疑問文否定文ですねこちらの勉強をしていきたいと思いますまずですね文章は肯定文否定文疑問文否定疑問文一応ですねこの4種類に分かれましてまず肯定文に関しましては普通の文章ですねまあ、否定文でも疑問文でもない普通の文章例えば彼は駅にいますこちらの文章はどうなるでしょう はい、こちらの文章が He's at a station という形になりますね。で、これを否定文にしたければ、まあ日本語で言うのであれば、彼は駅にいませんという表現をしたいとき、じゃあ今さっきの文章は B 動詞を使いました。B 動詞の否定文は B 動詞の直後に Not をつけてあげますので、では彼は駅にいません。こちらの文章どうなるでしょうはい、こちらの文章が He isn't at a station もしくは He's not at a station という形で表現されます一応ですねあの人によっては「he's not at a station」という形でこの「not」をですね単独で使った方が、まあ、より強調しているというふうに言う人もいますが、まあ、両方ですねあの同じ意味にはなります。ではですね今度は疑問文で表現したければ「彼は駅にいますか?」こちらが疑問文ですね。英語に関しまして B e 動詞が使われている時に関しましては B e 動詞を主語の前に出してあげれば疑問文の形ができます。 では彼は駅にいますかこちらの文章どううなるでしょうはいこちらの文章が「Is he at the station?」という形で表現されます。はいそしてですねその時の答え方といたしまして「はいいます」でしたらこちらが「Yes he is」になりますしいない時には「No he isn't」という形で表現されます。 そしてもう一つですね、なかなか表現することは少ないかもしれませんが、彼は駅にいないんですかという形で否定的な疑問文、否定疑問文っていうのもありまして、その時には、やっぱり B 動詞が使われている時には B 動詞の後に not で、この時にはまあ短縮形が使われることがまた多いですね。で、短縮形で、かつ疑問形なので、主語の前に B 動詞を出していくのであれば、じゃあどういう形で彼は駅にいないんですかっていう文章が作れるでしょう。 はい、こちらの文章が「isn't station? at the he っていう形で表現すると「え彼駅にいないの?」まあ、こういった時に使える表現になります。そしてこの時ですね答え方気をつけておいてほしいんですがじゃあ日本語で「彼駅にいないんですか?」っていうふうに聞いた時に「いいえいますよ」っていうふうに言いたい時に一番最初に「いいえ」って言ってるので、まあ、英語にした時に「No」って言っちゃいがちなんですがあくまで「駅にいるのであればこの時には「Yes he is」。 っていう形で表表現現すすするといいえ駅ににますよっていう,ふうに表現することがでできるんですねあのこれは日本語と英語の違うところになりまして日本語は相手が言った文章が合ってるか合ってないかで「はい」か「いいえ」でまず答えてはいるんですがでも英語に関しましてはあくまで後ろの文章ですね「Yes」「No」の後の文章これが肯定文であれば出だしの答えは「Yes」になりますし後ろが否定文。 にな, no、になるので「あればのののうででで答えるるっていが英語にななはい」いませんっていう形だったら後ろの文章が「He Isn't AttaStation」の概念の「He Isn't」が来るので「はい」っていうふうに答えるかもしれませんがでもこの時には「No, He Isn't」っていうふうに英語では答えていくので気をつけておきましょう。そして今ですねあの現在形で確認しましたがこれが過去形になっても B 動詞だったら全く同じことですね。なので彼は駅にいました こちら B e 動詞 he」に対する過去形、こちら was を使っていきまして、彼は駅にいました。こちらの文章を作ってみましょう。はい、こちらの文章が、he was at the station となりますし、じゃあもう全く同じような形で、彼は駅にいませんでした。こちらの文章、どうなるでしょう。はい、こちらの文章が、he wasn't at the station。では、彼は駅にいましたか。こちらの文章、どうなるでしょう。はい、こちらが、was he at the station。 とななりますしえ、彼駅にいなかったのこちらの文章どううなるでしょうはい、こちらが「wasn't he at the station?」というふうに表現することができるんですねでは今 B 同士を確認しましたので一般動詞でも確認しておきましょうではまず肯定文ですね「私は彼が好きです」こちらの文章どうなるでしょうはいこちらが「I like him」となります では一般動詞が使われている時ですねこの時の否定文に関しましてはじゃあ基本的には「do」に「not」をつけた「don't」こちらを使っていきますでは私は彼が好きではありませんこちらの文章どうなるでしょうはいこちらが「I don't like him」となりますそして疑問文を作る時に関しましてはまた同じくこ,この「do」を使って「do」を主語の前に出します では主語はあなたに変えましてあなたは彼が好きですかこちらの文章どうなるでしょうはいこちらが「Do you like him?」となりまして答え方が「Yes」だったら「Yes I do」「No」だったら「No I don't」となりますでは否定疑問文も確認しておきましょうあなたは彼のことが好きじゃないんですかこちらの文章どうなるでしょうはいこちらの文章が「Don't you like him?」 となりましてで、この時もですね、いいえ、好きですよだったら、Yes, I do になりますし、はい、好きじゃないんですでしたらこちらが No, I don't という形で答えていきましょう。そして、えー、と今度はですね、三人称単数の S がつく時も確認しておきましたら、では、彼彼女は彼のこ,とが好きですこちらの文章どうなるでしょう。はい、こちらが She likes him。 となりまして、今度ですね、3人称単数の s がついている時の否定文、疑問文に関しましては、今度は do じゃなくて do e s を使っていきますので、彼女は彼のことが好きじゃありません。こちらの文章、どうなるでしょう。はい、こちらの文章が she doesn't like him となりますし、彼女は彼のことが好きですかでしたらどうなるでしょう。はい、こちらが does she like him となりまして、yes だったら yes she does で、no だったら no she doesn't という形になります。 では一応否定疑問文も確認して彼女彼のこと好きじゃないんですかこちらの文章どうなるでしょうはいこちらの文章が Doesn't she like him? という形で表現されますそして一応過去形の時も確認しておくとではそうしましたら彼女は彼のことが好きでしたこちらどうなるでしょうはいこちらが She liked him となりますしそして一般動詞の過去形の時の否定文疑問文の時に関しましては今度は did を使っていきます では、彼女は彼のことが好きではありませんでした。こちらの文章どうなるでしょうはい、こちらが、She didn't like him となりますし、彼女は彼のことが好きでしたかこちらの文章どうなるでしょうはい、こちらが、d d she like him となりまして、Yes だったら Yes she did、No だったら No she didn't という形になります。そして一応否定疑問文も確認しておきましたら、彼女は彼のことを好きじゃなかったんですかこちらの文章どうなるでしょう はいこちらが she、like、him? っていう形で表現されますなので例文を覚える時にはこの肯定文だけじゃなくてじゃあ否定文も疑問文も否定疑問文も言えるかなあのこういったことを考えてはまた口から出してですねあの表現していくとまあとっさの時にですねやっぱりこう喋れるようになっていきますのでこの4つのパターンですね肯定文否定文疑問文否定疑問文この4つのパターンをしっかりと言えるようにしておきましょうでは今日のレッスンはこれで終わりたいと思います See you next time.